続きまして日の国太鼓です。九州熊本の民謡とも言われており、我々神楽太鼓結成当初からの代表曲の一つとして長年引き継がれている曲でもあります。火山の噴火する勢いのある様子を表している振り付け、男打ち女打ちの2つの打ち方を組み合わせており、それぞれがこうする形をとっているところも特徴的です。どうぞご注目ください。それではお聴きください。次の曲は日本全国福の神です。神楽太鼓もよさこいのダンスチームとコラボして演奏する曲の一つで、よさこい祭りで踊られることが多い。この曲は九州福岡の新しいお祭りで全員が踊る賑やかでおめでたい曲です。どうぞここにいらっしゃる皆様に福が舞い降りてきますように。